ヘイズ PLC は、イギリスロンドンに本社を置き、人材紹介及び人材派遣サービスを行う、多国籍企業。ロンドン証券取引所上場企業であり、フッツィ250種総合株価指数の、構成銘柄である。鳩場と倉庫の運用会社としてテムズ川の南側2867年に、設立された。会社名は1651年に、そこにあった。 醸造所を買い取ったアレクサンドル・ヘイに由来するとされる。醸造所は、その後1856年に建物で囲んだ内側に船を止めるドック形式のウォーフとして建て直され、ヘイ・エス・ワーフと改名された。建物は1861年の大火事グレート、ファイア・オブ・サザークの後、再建され今も残っており、ショッピングレストランモールに姿を変えたヘイズ・ガレゲアとして知られている。 同社は、クウェート投資庁が1975年に34%の株式を間接的に取得し、1980年に、デムズ川南岸の不動産関係の資産を得ることを、主目的として100%としている。1980年代の初めに不動産資産は、ストリート・マーティンス・プロパティングループに売却された。ヘ、hey! イ・エスワーフ、1980年初頭に、 ヘイズから売却される。現名称は、ヘイズガレリア経営人をサービスグループへと推し進めていくために、クウェート投資長は、ロニー・フロストをオーナーとする、食品流通会社ファームハウスセキュリティーズのヘイズによる買収を支援し、ヘイズはフロストを CEO として、化学製品流通とオフィスサポートサービスに参入する。1八十六年ヘイズは、ドニワックスマンが設立した。 人材ビジネス会社キャリアケアグループを買収。また、自身のブランドである、ヘ、hey! イ、エスワーフとレンタクレートを含むストレージサービスを拡大する。1987年、長年の計画であったんぼを完了。1989年に株式公開。ロニー・フロストが1987から2001年の退任まで一連のサービスグループを経営する。 2003年3月戦略的見直しにより、その立ち位置を完全にスペシャリストを対象とした人材紹介業へと移し、コアビジネス以外のコマーシャル、ロジスティックス部門を含むすべての部門を売却することを宣言。2004年7月ヘイズが人材紹介業に集中することを受け、ドニワックスマンが CEO に就任。2004年11月、ヘイズはメールビジネスを切り離し、 デラックスサービス PLC として、ヘイズが人材紹介会社として生まれ変わる最後のステップを踏んだことを鮮明にする。2007年11月はクスマンが退任し、アリスター・コックスが公認となる。2009年へ公正取引局オフィス・オブ・フェア・トレーディングは価格操作に関与したとして、ヘイズに3040万ポンドの罰金の支払いを命じた。同社は、 他の人材サービス企業5社と共に、コンストラクションリクルートメントフォーラムという名前のカルテルを形成し、2003年、建設業界と人材サービスとの仲介業として、同マーケットに参入した新会社パークとの取引をボイコットすることに同意した。6企業は合計で3930万ポンドの罰金を命じられ、ヘイズに課せられた金額が最も重いものであった。 ヘイズは2009年9月、競争控訴審判所に A 厚生取引局から課せられた罰金の被は、不当に高額なものであるとして控訴し、5、罰金は3040万ポンドから590万ポンドへと減額されている。ヘイズ PLC は、イギリス、ヨーロッパ、アジア太平洋地域でビジネスを展開する、スペシャリストリクルートメントグループであり、同社は、派遣社員と、 正社員の人材サービスをほぼ等しいバランスで扱っており、このことがビジネスサイクルを通しての経営の安定に寄与している。ヘイズは33カ国にビジネスを展開している。国、拠点は次の通り。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、中国、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、インド、アイルランド。 イタリア、日本、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、ロシア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ。ヘイズの日本法人、ヘイズスペシャリストリクルートメント、ジャパン株式会社は2001年に設立、東京、横浜市、大阪市にオフィスを持ち、外資系企業、 グローバル企業を対象に、正社員、契約、派遣社員、アウトソーシング、IT ソリューションズの4つの分野で人材紹介サービスを提供している。ありがとうございます。